どうもこんにちは。今回はアメリカのコンシューマーレポートが複数の電気自動車を使用して複数の天候において航続距離テストを実施したところ、テスラモデル Y がカタログスペックから最も乖離のある EV となってしまったという結果について、なぜテスラの航続距離は実用使いで最も信用に値するはずの EPA サイクルベースのカタログ値から大きく乖離してしまっているのか、現在日本で販売されている電気自動車の EPA サイクルベースの電気性能や航続距離も含めてその理由についてを一挙に解説していきたいと思います。まず今回注目していきたいのが、アメリカの非営利団体であるコンシューマーレポートを合併してきた最新の航続距離テストの結果であり、というのもすでに本チャンネルにおいてはこれまで数多の電気自動車における航続距離を実際に検証する航続距離テストを独自に実施しているわけですが、すでにお分かりの通り、その車種によって全く航続距離や電気性能が異なるだけではなく、カタログスペックとどの程度乖離するのかもその車種によって全く異なっている状況、しかもその上電気自動車はその走行シチュエーションや巡航速度によっても航続距離にブレがありますし、その走行シチュエーションの中でも外気温が低い冬場ではさらに電気性能が悪化することから、ネット上に無数に転がっているその自称航続距離テストを確認する際は、その前提条件がどこまで揃っているのかという観点、高速道路のみを一定速度で巡航しているのか、それとも一般道も混じってしまっているのか、その巡航速度は一定であったのか、メーター上のスピードメーターを見ていたのか、それとも GPS 速度を見ていたのか、またその際の外気温は何度であったのか、暖房何度で風量はどれほどだったのか、その温度設定は途中で変更していないか、路面状況は乾燥していたのか、雨が降っていたのか、ウェット路面であれば全工程の何パーセントがウェットだったのか、タイヤの空気圧はどれほどだったのか、メーカー適正値に合わせていたのか、などなど、少なくともそれらの走行シチュエーションを一見して明らかな形で情報公開していない検証は絶対に信用するべきではないと繰り返し主張しながら、本チャンネルの航続距離テストにおいては動画というメディアの強みを生かして、一見して明らかな形でその前提条件を公開した航続距離テストを行っています。そして今回のコンシューマーレポートについてもそれらの前提条件をなるべく公開する形を採用していますので、その過去の実績からもある程度信用に値する検証結果としてその結果を確認していきたいと思いますが、まず今回検証を行ったのがアメリカ国内のベストセラー EV であるテスラモデル Y ロングレンジ、その競合車種となるフォードマスタングマックイエクステンディッドレンジ、フォルクスワーゲン ID4 プロ S、 そしてヒョンデアイオニック5ロングレンジの4車種、こちらはアイオニック5以外は2021年モデル、アイオニック5はその販売が少し遅かったために2022年モデルとなっており、全車種ともに前後に2つのモーターを搭載した AWD グレードを採用。次にその航続距離テストの前提条件に関してですが、2月4月8月にそれぞれ外気温がマイナス 8.8 度、18 度、そして29度という条件下において、前日までに満充電状態にしておきながら走行前にタイヤの空気圧を調整、走行開始直前まで充電しながら車内温度を22度に事前調整、走行してからは同じく22度設定を維持しながらシートヒーターやシートクーラーは使用せず、高速道路をクルーズコントロールを使用して時速 112.7km で巡航、車間距離はマックスで開けることで急減速や急加速の可能性を減らしながら車両ごとの空力の差もなくしたり、そして途中で車両を10分ほど停車させるという点も全て統一しています。そしてその航続距離テストの結果に関してですが、まずはフォードマスタングマックイについてが EPS サイクル基準で270マイルを達成しながら、外気温29度状態の8月においてはその EPA 上回る、ズバリ275マイルを達成しながら、2月に計測した外気温マイナス 8.8 度の状態においてはズバリ188マイルと EPS サイクルと比較してもおよそ 30% 程度航続距離が悪化してしまいました。またヒョンデアイオニック5とフォルクスワーゲン ID4 についても揃って夏場においては EPA 基準値をほぼ達成するか、むしろ上回るような航続距離を達成していながら、やはり外気温マイナス 8.8 度の冬場においては同じく 30% 程度航続距離が悪化してしまっていますので、まあこれら3車種の電動 SUV については外気温マイナス 8.8 度の状態で高速道路を時速 112.7km で巡航すると EPA 基準の3割ほどの航続距離になるとイメージしていただければいいと思います。ところが唯一テスラモデル Y に関しては異なる比率が確認されてしまっているということで、 EPA 航続距離についてはズバリ326マイルと3車種と比較しても優れた航続距離を達成しているものの、夏場における航続距離でさえ EPA 基準値を達成することができず274マイルとマスタングマックイと同程度の航続距離にとどまりながら、さらにマイナス10度近い
極寒環境に関してもズバリ186マイルしか達成することができていない。なんと EPA 基準値と比較してもたったの 57% しか達成することができていない。つまりその他の3車種とは異なり、モデル Y に限っては冬場の航続距離は実に4割以上も悪化してしまっている。実は EPA サイクルで大きくリードしているかに見えたモデル Y については、高速道路で実際に巡航させるという検証を行ってみると、それ以外の競合の電動 SUV と比較してもどのような環境下でも航続距離は大して変わらないということなのです。まず今回のコンシューマーレポートにおける検証結果においては、主に2つの視点で論じる必要があるということで、まずは EPA サイクルベースの航続距離と冬場の航続距離の落ち込み具合という4車種全てに当てはまる問題点、そしてその中でもスペックとの乖離が大きくなってしまっているテスラモデル Y 単体の問題という観点。まずそもそも EV については熱源がないことから、どうしても冬場は航続距離が悪化してしまうために、どの EV でも例外なく航続距離は悪化してしまうわけですが、それでは本チャンネルが一貫して主張していた最も信用に値する EPS サイクルと基準しても、さらに 30% も航続距離が悪化してしまうのかと言われれば、少なくとも日本国内ではその可能性は極めて低いと考えてもらって構わないわけで、というのもすでに検証の前提で説明している通り、今回の2月の検証というのは外気温がマイナス 8.8 度という極めて寒さが厳しい環境下であり、そのような低温環境については日本国内であれば東北地方だったり山間部に行かないと経験できないわけですが、重要であるのはそのマイナス10度に近しい極寒環境下において高速道路を時速 112.7 キロで巡航しているという観点。すでにお分かりの通り、外気温が2桁に到達するかという状況で、高速道路を110キロ以上で巡航する場所が日本ではまず存在しない。よってアメリカ国内ではこの3割の悪化という比率は参考にすることができるものの、日本国内ではEPA 基準値よりも3割も走行できないという状況はその多くの場合において存在しない。この点は今回のコンシューマーレポートの検証結果を EV を購入検討している日本人が見る際は1点注意する必要があるということなのです。ちなみにですが、本チャンネルにおいては2月中にも北海道、その中でも最も気温が低下する陸別においてモデル Y パフォーマンスを使用して航続距離テストを実施、その際はマイナス21度からマイナス25度という、おそらく日本で検証可能な極限状態の航続距離テストとなったわけですが、残念ながら積雪があることによって制限速度は50キロに制限されてしまっていたわけで、そしてその際の航続距離テストの結果が平均車速59キロ、車内温度設定21度でズバリ326キロという航続距離を達成。よってモデル Y パフォーマンスの EPA 航続距離がおおむね488キロであることから、その悪化率はおおよそ 33% 程度。なんといってもこの後解説していきますが、これは EPA との乖離の大きいテスラ車であったということから、いずれにしてもこのマイナス20度を下回るレベルの極限環境下で一気に300キロ以上も走行するような方が日本でどれほど存在するのかといえば、日本広しといえども私くらいでしょうが、それでも 33% 程度の悪化率ですので、やはり日本国内で EPA 基準値から 30% 以上も悪化する EV はその多くの場合で該当しないとイメージしてもらって構わないとは感じます。ところが今回注目していきたいのが、その中でもなぜかテスラ社だけがカタログスペックとの乖離が大きいという方の問題。実は今回のコンシューマーレポートの他にもアメリカ大手自動車メディアであるエドマンズについても全く同様に、これまで50車種以上の EV を航続距離テストしたものの、なぜかテスラ社は今回のモデル Y ロングレンジに関わらず全車種で EPA 基準値を下回ってしまっていた。ちなみにですが、このエドマンズにおけるテスラ社の航続距離の乖離問題については過去の動画でも解説していたわけですが、それこそ今回のモデル Y ロングレンジについては外気温17度の状態で317マイルを達成、よって326マイルという EPA 基準値には届いていない。他方でマスタングマックイーンに関しては同じく外気温が17度の状態でなんと304マイルと EPA 基準値を大きく超える航続距離を達成。フォルクスワーゲン ID4 についても外気温が18度の状態でズバリ272マイルと、これまた EPA 基準値の240マイルを大きく超える結果。しかもアイオニック5に関しては EPA 256マイルというカタログスペックに対してそれを上回る270マイルを達成しながら、その際の外気温はさらに低い13度と
むしろ不利だったことを踏まえると、やはりこのエドマンズのテスト結果においても、なぜかテスラ社だけがEPA 基準値に達しないという結果が判明しているのです。そしてこのテスラ社の航続距離の乖離問題を考える上でも、大きく2つのファクターに切り分けて話を進める必要があるということで、具体的にはそのテスラ社の航続距離の検証方法という観点、そしてそもそもの EPA サイクルの問題点という観点であり、まずは前者のテスラ社の航続距離テストの検証方法という切り口なのですが、実はすでに本チャンネルにおいては様々な検証動画で散々解説していることなのですが、このテスラ社というのは充電残量が 0% に到達したとしても、その瞬間に車両が走行不能になってしまうのかと言われれば、そんなことはない。というよりも想像以上に走行することができてしまうという観点こそ重要。こちらはそのエドマンズが実施した充電残量 0% 状態から車両が完全に停止するまでの走行距離を示したものですが、この通りマスタング・マックイーンについては 7.3 マイルしか走行できていないものの、モデル3ロングレンジにおいてはなんと 25.9 マイル、実に40キロ以上も走行することができてしまっている。つまりそれ以外の EV と比較しても、実はテスラ車というのは充電残量 0% より下に隠されているいわゆるバッファーが比較的多い。そしてテスラは公式に EPA サイクルベースのカタログスペックを達成するためには、このバッファーを全て使い果たさなければならないと説明。いずれにしてもテスラの主張するカタログスペックを達成するためには、コンシューマーレポートやエドマンズのように充電残量 0% までの航続距離を検証するのではなく、車両が完全停止するまでバッファーを使い果たさなければならない。あくまでテスラを完全擁護する立場を取るのであれば、その検証方法に問題があるということなのです。そしてそれ以上に抑えなければならないテスラ社の航続距離乖離問題の要因であるのが、その EPA サイクルという基準そのものが持つ問題点という観点であり、実はこちらについてもすでに2020年から本チャンネルは一貫して主張していたことですから、古参の視聴者さんについてはすでに知っている情報かと思いますが、この最も信用に値する EPA サイクルについては、自動車メーカーによって航続距離を向上させる余地が残されているわけで、こちらはアメリカのテック系 YouTuber であるエンジニアリングエクスプレインドが運営するジェイソンさんの説明が非常に分かりやすいですので、特に重要な点をかいつまんで紹介していきたいと思います。まず今回ジェイソンさんについては、テスラモデル S ロングレンジとポルシェタイカンターボ S の EPA 航続距離がそれぞれ402マイルと201マイルと明らかな差がついているという点について、主に5つのファクターが存在すると説明。今回の EPA サイクルという観点で重要なのが、EPA サイクルにおける2つの検証方法、そしてボランタリーレンジリダクション、自発的な航続距離の割引という2つのファクター。まず1つ目の EPA サイクルにおける2つの検証方法とは何かというと、実は EPA サイクルについては、市街地走行で得られた電気性能と高速走行で得られた電気性能という2サイクルベースの測定方法が一般的であり、多くの自動車メーカーがこの2サイクルベースの測定方法を採用しているものの、テスラをはじめとしてアウディ、ポールスターおよびルーシッドなどの一部メーカーは、さらに加速テスト、エアコンテスト、そして低温環境テストというさらに3つものテストサイクルを加えた、ズバリ5サイクルベースの測定方法を採用。2サイクルベースですと得られた電気性能と航続距離からコレクションファクターとして7掛けするという決まりなのですが、5サイクルを採用するとその 0.7 というコレクションファクターを最大で 0.756 にまで引き上げることが可能。つまりは5サイクルを採用すればEPA サイクルベースの航続距離をよりよく見せることが可能になるということなのです。他方でこの5サイクルベースの測定方法の場合、当然自動車メーカーとしてはその分だけ検証に時間を要してしまうために、そこまで検証に時間をかけるのであれば2サイクルを採用して 0.7 のコレクションファクターで妥協するケースが多い。よってテスラを筆頭とする一部メーカーについては、通常の自動車メーカーよりも多くの手間暇をかけることによってより良いコレクションファクターを手に入れて EPA 航続距離というカタログスペックをよく見せようと努力している。テスラの肩を持てば測定基準の裁量の範囲内においてベストを尽くしているだけ。しかしながらやはりこの2つのサイクルが存在することによって、同じ EPA サイクルでありながら厳密には異なる計測結果となってしまう
ということなのです。そしてもう一方のボランタリーレンジリダクションという観点ですが、実は EPS サイクルを基準にした航続距離の結果から、さらに自動車メーカーが独自判断でいくらか航続距離を割引くことが可能であり、例えばタイカンターボ S であれば EPS サイクルベースの結果からさらに8マイルも割り引いていたという経緯が存在。他方でこちらはテスラも一部のグレードにおいて同様に実施され、例えば今回の2021年製モデル Y ロングレンジについては EPS サイクルベースでは320マイルだったものの、テスラは自発的にさらに4マイル割り引いて316マイルとしている。もしかしたらこのボランタリーレンジリダクションについてもテスラが相対的にそこまで割り引いていないのではないか、要するにそれ以外の自動車メーカーの EV については2サイクルベースの測定方法を採用しながら、さらにその上かなり保守的に航続距離を割り引いているのではないか。だからこそテスラとそれ以外のメーカーとで同じような条件下でも EPA 基準値との乖離が大きくなってしまっているのではないかということなのです。そしてこのテスラの EPA 航続距離の乖離問題の原因を理解した上で、その EPS サイクルをベースにした日本で販売されている電気自動車の航続距離と電費性能との相関関係を示したグラフを見ていただくと、いくつかの発見があるということで、横軸が電費性能、縦軸が航続距離、よって右に行けば行くほど電費性能に優れ、上に行けば行くほど航続距離の長い EV であることを示すわけですが、やはりこの通りテスラ社はどの車種においても右上に存在していることから、航続距離と電費性能の両方が優れていることが判明。他方でこれまでの説明を聞いていただければ、そもそもテスラ社において EPA 航続距離を達成するためには充電残量 0% 以下のバッファーを使い果たさなければならないということ、しかもその EPA 基準値についてもテスラは5サイクルを採用していたり、自発的な航続距離の割引も少ない可能性によって相対的により良いカタログスペックを有してしまっている。これらの点から EV を購入検討されている方で、特にテスラとテスラ以外の EV 性能を比較したいという方については、このテスラの EPS サイクルにおいてはこれらのエクスキューズが存在するという点は頭に入れておかなければならないとは感じます。しかしながら、それではこの EPS サイクルという基準が信用に値しないのかと言われれば、別にテスラ車というイレギュラーな存在を除けば、夏場に高速道路時速 112.7km で巡航したとしても達成することができていることから、本チャンネルが一貫して主張している高速道路時速 100km でクーラーをつけたとしてもこの EPA 基準値は達成可能であるということがお分かりいただけると思いますし、それ以外の日本 WLTC モードや中国 CLTC サイクルなどとは比較にもならない正確性ですので、電気自動車の購入を検討している方は特に変わらずに EPS サイクルの数値を参考にするべきだと思いますし、それと同時に本チャンネル独自の高速道路を時速 100km でエアコンをつけて走行する航続距離テストの結果も参考にして、その EPA 航続距離との乖離を今後も注目していただくのがいい。この考え方を変える必要はないと思います。ただし今回のテスラの航続距離の乖離問題から、やはりその5サイクルベースの測定方法を採用した場合は、やはりさらに一般消費者にも分かりやすい形でその旨を伝えるべきだと感じますし、それであればいっそのことを全メーカー2サイクルベースへの一本化をしてもいいのではないかとすら感じるわけですが、その中でもテスラについてはさらにバッファーも含めた航続距離であるということから、こちらについてはもう少し保守的に考えるべきなのではないか。特にこのテスラについてはバッファーを使用するとバッテリーが損傷する可能性についても警告している。言ってみればEPS サイクルというカタログスペックを達成したければバッファーもしっかりと使用してね、でもバッファーを使用したらバッテリーパックが損傷する可能性があるから気をつけてねと言っているようなもの。この点はテスラについてもそのカタログスペックの考え方を見直すべきなのではないか。そしてそのテスラのようなメーカーを増やさないためにも EPS サイクルについてはバッファーの取り扱いを含むさらなる基準を設けて、実用上とさらに乖離の少ないカタログスペックを算出できるように制度化するべきなのではないかということですね。いってらっしゃい。